お菓子のゲーム実況 in ゴースト。はいどうも、おばしです。今回もね、フリーフォールの方をやっていきたいと思います。今回使う武器はこちら、SC2010、アサルトストリークでやっていきたいと思います。さあ、頑張っていきましょう。フリーフォール自体もね、そんな詳しくないので、僕は強いですよとか全く言えないので、まあもう適当に頑張りたいと思います。OK、ファーストブラッド。後ろで赤点。入ってくるか？入ってきた。オッケー。なんだこれ。足音が超絶。超絶近いんだが。あ、右ですね。オッケー、危ねえ。うっそーん！それはないわ。もうデッサさんでしたか。全く気づかなかったな。フリフォニール砂は大抵バケモンが勝ってうまいから練習してる人なんでね。多分、デッサのスナイパーはあれもし出したらバケモンが勝ってるタイプの人かもしれない。今、ちょっとしたな。なんか結局ね、もう、どのルールだっても、もう足音ゲーなんで、ボースはね。オッケー。あ、いた、奥にいたな。スナイパーがいた。来ないかな。来ないね。ん？あべ、あーもう最悪！あーもうコントローラー壊れてる。あそこでハンドガンに切り替える意味。俺ナイフ振ったんだけどな、今。いい加減ね、コントローラーやっぱ買い替えないといけないところまで来ちゃってますよね。コントローラー2個持ってるんですけど、1つはね、L3ってか、L、左側のスティックのね、キャップが外れてるんですよ、あの、ゴムの。で、もう1個のコントローラーはね、走ると弾が出るんですよ、強制的に。意味わかんないですよね。うわーん！あ、撃っちゃった。この人赤点、どこ行った？やばいやばい、追い抜かれてる追い抜かれてる。逆転食らっとるよ。こっちだ。え、どこ行った？やばいぞ、これ。これ、ワンチャン負けるぜ。うわぁ、マジか。もう一人現れたか。結構大人気だな。いっぱいいますね。嘘ー！マジか。もう決め打ちしちゃったな、今の。待って、今いましたよね。うまいパターンのやつ。それはないよ。そんなところに合いまつだったんかい。待って。おーい。今画面に3人映りましたね。でここにアイマスあるんで、アイマスはガンする感じ。待って。ビッグゲームだ、今。ステージするときに俺その、親指で丸ボタンを押すんで。え硬くね親指で丸ボタンを押すから、その、エイムブレちゃうんですよね。右スティック離しちゃうんで。思いのほか SC がむずいっていうパターン。どこだ？まあ、やっぱそこも置いて。待ってよ、中にいたんかい。ハニーバジャー。みんなおのおのが若干、ああいうそ、待って。待って。トリニティ怖い。オッケー。なんとしても。どこ？ほっぱ。奥ぐりが一人か二人いるのかな。あ、今いた。待て。オッケー。よっと犬まで繋がったよ。上からちょっと2人ぐらいパスパスすればゴチ。あと1人パスりたい。あと1人パスればセントリーはでかいぞ。
どこだ。怖い怖い。あ、後ろか。オッケー、セントリー。うわー、どこ？あ、すね。うわー、無理あらぐった。気がっぽく出せっかな。え、待って。待って待って。だって今、俺に気づかない、かわいいやつが一人。おー、かわいいのかかわいくないの連れてる。それはマジかわいくない。待って待って待って、ケアポケ何出るの？あ、ケアポケのセントリー。俺のセントリーを取らせて、あー待って、見られてる。おら、決め打ちだ。あれ、いや、いた。あ、待って待って。あの距離2発で死ぬやろ、普通。心折れるわ。エネミーグリフォンはやべえって、ちょっと上に持ってますね。上に持ってるやつをちょっとこっからお仕置きしに行って、待って待って、そこで持っててよ。なんで動くんだよびっくりだよ。なんだなんだ、エネグリちゃんエネミーグリフォンが、待って、エネミーグリフォンが仕事してる。やばどうしよう、この辺でいいや。もう待って、エネミーグリフォンが邪魔で近寄れない。怖い。うわぁ、エネミーグリフォン怖え。お、終わった。オッケー、いける。セントリーダウン、仕事してくれ。オッケー、危ねえ。ナイス、セントリー。ほんと、キルストだも、頼りだね、グリフォン。うわぁ、マジかい。打ち負けんのかい。ほんと下手くそで。お、左で、サットコム置いた。あ、裏だ。いや、もう、こっち。サットコム置いて場所が分かっていただろう。オッケー、危なっ。ラストの一発が偶然当たってくれた。あぶねぇ。以上。30キル、17です。7、S ってなんだっけ？ 7 ストリークか。7ストリークでした。いやー、フリフ結構難しいっすね。やっぱ四方八方から敵出てくるから。ケアパケ出すのが本当むずい。いや、危なかったです。以上です。チャンネル登録、お気に入り登録、コメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。いやー、疲れた。